よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ、来ました、こそこそです。おー、玄也くん、うん、あー、鬼化の影響か。うん、いつからこの状況なのよ、玄也は。いや、今回も本編の間あれだったよね。ピリピリしたのに、和やかムードみたいなさ、この炭治郎にグイグイ来られて。今もだね、また一緒。いや、で、玄也くんもね、まんざらでもないんだよね。ちょっとこういうの言われて嬉しいんだろうね。極悪人。極悪人ってなんだろうな。玄也くんにしても玄也くんのお兄ちゃんにしてもね、ちょっとさ、口とかさ、人相は悪いけど、めちゃくちゃいい人たちだってのが分かったじゃん、今回の回で。お母さん思いでさ、お母さんを支えるためにみたいな。それ考えると、極悪人タイトルがね、どこに行くのかなんだよね。ハンティングか、ギョッコかな。いや、ギョッコか。極悪人って言えばあいつだよね。今、ハンティングの方は、炭治郎が今これから追い詰めようって流れになったから、あっちはあれでなんとかいけるんだとしたら、やっぱ時藤さんの方はね、甘露寺さん来てくれないとだよね。けど僕、ここで炭治郎がな、上限の4やっつけられると思えないんだよね。やっぱり最後は鋼塚さんの刀を使ってってことだと思うんだけどな。それともその刀で倒すのは赤狭とかになるのかね。やっぱ煉獄さんのことがあるから赤狭をやるんだとしたら炭治郎かなとも思うんだけど。赤狭もな、ドーマとかな、あそこら辺に挑んでって鬼同士でやられそうな気もするしさ。いや、本当にこっからの展開全くわからないわ。はい、というわけで次週もね、こそこそ話リアクションしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。以上、動画部達がお送りしました。バイバイ。